僕もね、ここ2年くらいかな、2年くらい本屋さん行くたびに 3DCG 関係の本を立ち読みするような生活を繰り返してて、いろいろその考え方だとか理屈とか機能の意味とか言葉とかちょっとずつ覚えてきて、で最近やっと何のことか分かるようになってきたんですよね。作品が送られてきたよね、送られてきましたね。真っ赤な祈祷が違う、牛牛ベコ牛全然説得力ないもん。ベコ牛ですよね、牛の原型ですね。しかもあの牛ってさ、何をじゃあ粒子が何を持って牛とするの？あの首？だから、うんうん、じゃあ首、まず首、うん、首とでっかい体、でっかい体と、うん、終わり、尻尾と、うん、あと、え、じゃあさ、粒子にとってはかなりいろんなものが牛だよ。そうだね、そうだね、うん、確かにね、うん、ゾウも牛だし、確かに、うん、でもゾウ赤くない、サイも牛、サイは赤くない、あの辺も全部ね、牛、牛赤くないし、そもそも、うん、赤牛作ろうと思ったの、あの赤べこ、赤べこ、工芸品であるじゃん、首がペコペコ動くやつ、うん、あれを作ろうと思った、うん、あ、赤べこって違うわ、え、赤べこって全然違った、うん、あの、とにかくあれなんだっけ、首振るやつね、そう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 、あれ作ろうと思ったの、そしたら、うん、なんかさ、あの、あれでしょ、最新のバイブみたいな。まあね、うん、すごいことになってたね、うん、そうじまんは、だからああいうさ、もう具体的になんか作ってんの？本当にほら、うん、一個ほら、うん、ネオネオンとか、あー、あってやってね、あれが主人作ですよ、うん、3DCG の、で、そのもっと前だと、うん、ピアノマシンガンに 3D やってましたね、使ってたよね、で、あれで反省して、うん、あと、ノーズでもう使ってやってたよね、鳥が、あ、ノーズ飛んでたね、鳥が飛んでるシーンだけね、とかね、うん、あとボールが、うん、あ、そうそうそう、ピョンピョン飛んでるシーンなんだけど、それは全部アフターエフェクツできることなんだよね、そうだね、そうだね、全然アフターエフェクツ 3D できたね、マヤ使う必要なかった、なかったけど使いたかったんだよね、今ね、だから次の作品はもうフル 3DCG で作ろうと思ってるんだけど、根底を切っりつつ、ちょっとその 3D の、なんていうんだろう、トレーニングブックを、うん、まず一回全部やってからやろうかなと思って、うん、そこはもう律儀だし、やっぱ高自慢の性格出てるよね、律儀っていうか、うん、それを知らないと、うん、どうにもしようがないっていうことがそれに入ってるの、うん、まあね、俺大体さ、あの 3DCG の解説書読むところで1章から5章ぐらいまで飛ばして、6章か7章ぐらいにアニメーションっていう項目があるの、そこばっか見てんからね、いつも、あのさ、でもさ、そのモデリングするときもアニメーションを意識したモデリングってあるよね、らしいから、あるらしいけど、あるから、あるね、そこからやっていかないとね、俺はモデル作んねえって決めたとしても、やっぱりどうやって動かしてるのか分かんないし、そうだね、なんだろう、うん、感覚的にできないソフトじゃん、うん、実は 3D ソフトって、うん、重たいすごい、理屈の世界ですよね、うん、ルールが特殊ルールがいっぱいあって、うん、サッカーでオフサイドみたいなのがいっぱいあって、あるあるある、うん、感覚でやろうとすると、うん、できなかったりする、動いてくんないんですよ、まず、うん、だからすごい極端なのし、うん、腕を90度まで曲げるんだったら、うん、腕を90度曲げなさいって命令すればいいんだけど、はい、腕を91度曲げるには、うん、ちょっと違う命令の出し方しなきゃいけないみたいな、あったりとか、うん、あと3次元だから腕を90度回すのも、うん、手前に90度か横に90度か、その腕自体が90度こう回るのかっていうね、グリーンってね、関節外れるぐらいね、
だからそこもねちゃんと分かってないとね動かせないんですよね。仕方なくやってるんですよ、うちから。そうね、あ、それに気づいたの。うちからやらなきゃダメなんですよ。他のソフトとちょっと違う、手ごわすぎる、まあね、僕未だに5章か6章からやってるけどね、そうするとあんなもんができちゃうんですね。そう、俺もそれで、ね、うまくできなくて、そう方向転換したの。俺もだからやりたいことが頭に浮かぶでしょ、そのショーだけ読んだ。そうね、まあ今年はコージマンがすごい、だから作風というか作風が変わる年でもあるよね、映像で言うとね。そうだね、マヤで中心で作ることは多くなるってことでしょ、覚えるために、当分マヤにこじつけて作るってことになってくると思うけど、しばらくはじゃあ僕はシナリオ担当で、でも作れる範囲で作って、だから僕はシナリオもいいけどさ、そのシナリオを具現化できる体制がまだ全然ないわけだからさ、そのシナリオを作ったリュウシーもできないし、俺もまだそれを作れるに至らないし、だから僕が手伝いできるのは円錐形と満塁球と真四角正方立体形作るのはできる、任せて。そうやったら、じゃあそういうストーリーで丸い三角四角っていうストーリーで、あとめちゃ泣けるやつ作った。だからそう、登場人物はまずね2人に絞ろうと思ってるんですよ。ドキドキして泣けるやつ、うん、見たことあるよ、うん、ここマジで。で今度は見せるよ、その DVD を教えて、ね、三角2つと、あとあのさ、グリッドの地面あるじゃん、しか出てこないんだけど、ちょっと揃ってくるよマジで、子供とか生まれんの、それはじゃあストーリー勝ちですね、できるんじゃん、そういうのも。でも、結論から言うと、それ出てくるのはプリミティブだけど、使ってる技術は結構高かった。なんだよ、それじゃやっぱダメだよ、だ技術が低くてもできるところから僕はねステップアップしていこうと思ってますよ。だからまずあの、だからナレーションを入れてダメですよ、そんなことしないです、カチンナレーション。でもあれダメだよ、ダメですよ、それそれはダメですよ。まあじゃあ今日はこれで、おやすみなさい。